トラットイレブンタイプとは、アニメ、戦闘メカザブングルに登場する、旧式で小型のウォーカーマシンである。伸縮可能で、細かい作業に対応した腕部を持つ、ブルーストーン採掘用に特化した重機みたいなウォーカーマシンなのさ。一応武器もついてるんだけど、戦闘には向いてないよ。運搬とかもギャロップタイプにお任せなのだー。股間にホバーノズルを装備してるんでジャンプも可能。オープンタイプでレバー式の操縦席や、軽快かつコミカルに動く描写から、未来少年コナンでダイスが乗っていた、作業用ロボット、ロボノイドを彷彿させたものなんだ。まあ、ザブングル自体、未来少年コナンのリスペクトみたいなもんだからね。劇中では、ジロンがサンドラットのメンバーに、ウォーカーマシンの操縦方法を教えるのに使ったんだよね。アイアンギアにも何機か搭載されてたんで、そこそこ活躍したものなのさ。個人的には、グリーンの機体がお気に入りだったね。武装は、胸部のガトリング砲だけなんだけど、機体上部にミサイルランチャーを直付けしたり、手に持ったりして使っていたんだよね。キットの値段は400円。ザブングルの100分の1スケールの最初のキットは、なんとこいつだったのさ。いわゆるガンプラシリーズに次ぐ新シリーズだったんで、バンダイさんの本気が垣間見える傑作シリーズだったのさ。特に100分の1シリーズは、シャープな造形とディテールが売り。どのくらいかっていうと、バンダイさんが自社安全基準に乗っ取る以前の商品なんで、パーツがシャープすぎて痛いんだよね。てかマジで血が出たりしたんだぜ。ほんとだよ。大人になってからは手の皮も厚くなったんでそれほど痛くはないけれど。ガキンチョの頃は、痛いなんてもんじゃなかったよ。今のガンダムの V 字アンテナって、先っちょが刺さらないように変な形になってるじゃん。そんな風に、ユーザーに気を使った仕様じゃなくて、とことんパーツの精度を追求してるもんだから。30年も前のキットにもかかわらず、マスターグレード並みか、それ以上の精度があるのさ。たないねえ。ただ大きく違う点はねえ。マスターグレードを作っててもパーツの角が手に刺さったりしないよねえ。このシリーズは刺さるよ。マジ痛いよ。半端ねえぜ。しかも、アニメの設定画で省略されている部分やモールドを新規に追加してるんで、まるでミリタリーモデルみたいなキットだったのさ。でもねえ、ガンプラ慣れしてた当時のガキンチョには、ハードルがすんげえ高めのキットだったんだよねえ。細かいディテールがモデラーのツボにはまったんで感動しきり。ザブングルのプラモデルは出来がすげえってんで、みんな争うように買ってたんだけど、作るのがガンプラよりはるかに難しかったんで、最後まで作れねえやつが結構いたんだよねえ。今で言ったら、ファーストグレードしか作ったことのないやつが、いきなりマスターグレードを作るようなものなのさ。俺がトラットイレブンのキットをまともに作ったのは一度だけ、あとは素組みの色替えで何個も作ったものなんだ。かなり作りがいのあるキットなんだけど、パーツのオーモールドやトツモールドが合わせ目を消すと間違いなく消え上がるんで、モールドを再生させながらの作業になるんだよ。まあ、それが好きって人にはたまらないよね。再販版はなんか、ディテールがだるくなってるように感じるんだけど、俺の気のせいかな？おすすめの改造は、パイロットの改造だよ。キットのまま作ると、これじゃない感が半端ないんだよね。あっさり作るより汚らしく作った方が、劇中の雰囲気が出ていいものなのですよ。腕の伸縮機構の再現もポイント高いぜ。キャノピーを枠だけのロールバーにする改造もとっても素敵。惑星空じゃ雨なんてそんなに降らないって。多分。ゲームでは、スーパーロボット対戦 Z で使用可能。俺としては、プレステのレースゲームに出ていたトラットイレブンがツボだったね。すぐ飽きたけどさ。